こんにちは、ジャスト株式会社関です。また引き続きジャストビルの紹介です。今、はい、エントランスどこいますね。はい、まあ、ここは学習ジムの上り立ってますね。はい、ここで、入っていきましょう。はい。はい、ここは鍵付きのポストを設置しましたので、まあ、鍵付いてない人もいるんですけど、まあ、名刺差し込めばすぐできますので、はい、あとまだ使ってないんですけど、カタログラックこっちに置いて自由に差し込んでください、はい、であとここに何ていうのかな、商談ルームというか、はい、もうあれってありますあと予定表あります。あと、はい、こっちジャストブートということで、はい、まあ、経営上の本を展示してますので、自由にまだ持ってってもらったり、あとは参考になるようなものがあったら持ってきていただければと思います。はい、いや、まあ、あれから子供が生まれまして、この子が生まれたんじゃなくて、この子の妹が生まれて、はい、僕が今面倒見なきゃいけないので、今保育園状態で、ちょっとすいません、こういうことになってます。いっくん、よろしくって言える？よろしく。はい、またオフ行きましょう。はい、このままいいですか？うん、はい。ここマップですね。はい、はい、ジャスト株式会社代表関マセルです。ちょっと、まあ、これがビル の、まあ、マップというか、はい、はい、どういうふうになっているかというと、まあ、1階が派遣会社入ってますね。あとご夫婦雑貨の前田さん、まあ、夫婦雑貨、あと IT なんかもやってます。ホームページ作成とか運営もやってます。あと、万華鏡作家の高橋さんという人も住んでます。住んでるとか、やアトリエとして使ってます。あと宮川さんという画家の方のアトリエにもなってますね。あとはですね、まあ、春指塾といった婚活応援セミナー、はい、応援のビジネスが202ですね。あとここに辻橋さんという コーチの方も入ってますね。あと、まあ、202じゃジャスト株式会社のやってます。あと今シェアスペースっていうのは305になってます。また後で案内します。あと占いヒーリング館というのは304の室ですね、はい、あと、まあ、IHI まあ建設地関係でちょっと入ってきまして、まあ、ちょっとまたまあ、年度末編に出られるようなんです。こんなが今 あと4階ですね、はい、数学道場というのが入ってますね、はい、じゃあ一旦ここで、はい、締めましょう。はい、ありがとうございます、はい。